どうも、ハイチです、ご無沙汰しております。ご無沙汰なのかな。10年間こうやってね、カメラの前で授業動画を撮ったりとか喋る動画を撮ってきたんですけど、たった10日ぐらいだと思うんですよ。多分今お休みいただいてたのが10日休んだだけで少し緊張するんですよね。いや、不思議なもんです。で、まあ諸事情ね、知らない方もいるかと思いますので、ちょっとだけ本題に入る前に時間をください。今回ね、ちょっと家族のコロナ感染の関係で10日ほどお休みをいただいてました。で、今日からこの YouTube の活動も再開するんですが、当初夏休み前に立ててた動画投稿スケジュールをちょっとね、叶えることはできないかと思います。息子たちのこととかもあるので、なかなかですね、まだ仕事に当てれる時間が取れなくって、なので無理のない範囲では投稿していくんですけれども、まあ一応今日から再開で、YouTube ライブの生放送の方も本当はね、できる限りやりたいとこなんですが、まあ今日は大丈夫、今日はちょっと難しいっていう感じになってしまうので、今日はできますっていう発表の仕方になってしまうかと思います、しばらくの間は。で、もう少しこう生活が落ち着いたら、頻繁に明日もできますってね、明後日もできますみたいな感じで事前にこうスケジュールをお伝えできるかなと思いますので、ちょっとね、皆さんにとってはこう使いにくい感じにはなるかと思うんですが、よかったらね、これからも動画投稿していきますので、お付き合いいただければと思います。では、本日の本題に参りましょう。はい、ということで改めまして、どうも、あいちです。今回のテーマは、残りの夏休みを有意義にするためにというテーマで喋っていきます。今皆さんのところには画像が出てるかと思うんですが、実はこれ先日行われた講演会で使ったスライドの一部なんですけれども、今日までの夏休みを皆さん得点にしてみてください。1番は100点から80、2番が79から50の3番が49から0点です。考えてくださいね。よかったらコメント欄にも書いてみてください。これはどの得点がいいとかっていう話ではなくて、それぞれ皆さんこれまでの過ごし方によって1番だったり2番だったり3番だったりすると思うんですが、特に2番3番、まあ、特に3番の方ですね、自分の評価があまり良くない、つまりここまでの夏休みを振り返った時にうまくやれてない、ダメだったなって、ダラダラしちゃったな、うまく使えてないなと思ってる方です。で、その方の中でもきっとこの動画を投稿じゃないごめんなさい、クリックしてくれてる時点で、なんとかしたい、変わりたいっていう気持ちはどっかにあるはずです。1ミリもその気持ちがなかったらクリックしてないし、そもそもここまで見てないはずです。だから、ここまで見てるってことは何かヒントが欲しいと思ってると思うんですよ。で、そういう方のために今回伝えていきたいことがあって、それがなぜっていう部分をまず向き合いましょうっていうところです。これもその講演会の時に使ったスライドなんですが、なぜその得点なのか、皆さん自身がじゃあなんで40点って思ったのか、なんで20点って思ったのか、なんで70点って思ったのか、そこの得点になっている理由が必ずあります。人間はですね、特に落ち込んでる時っていうのはすごく曖昧な評価をしがちです。曖昧な評価っていうのは、なんとなく自分がダメな気がするっていう感じです。けれど、曖昧なダメ出しっていうのは次に繋がんないんですね。なぜかっていうと、なぜっていう部分の課題が分かってないんで、次にこうすればもっと良くなる、こうすれば自分がもっと成長できるって部分が見えてない状態なんです。今日までの生活を振り返った時に課題が思いつきますか？例えば朝起きることができてないとか、昼の使い方が悪いとか、もうそもそも勉強ができてないっていう方もいるかもしれないです。でも、勉強ができてないっていう方はきっと、じゃあ課題として、じゃあ勉強頑張ればいいって思うかもしれない。けど、勉強頑張るって何をもって頑張るになりますか？であれば、例えば具体的な数字を使って決めちゃえばいいんです。まずは1日30分絶対やるぞって。本当は、個人的には時間じゃなくて量で決めてほしい。ワークを2ページ絶対やるとかって量で決めてほしいんですが、なかなか慣れてない方は時間からでも構わないです。けれど、具体的な数字を入れないと決めたものに対しての達成感が得られない。つまり、なんとなく頑張った気はするけど、なんとなくなんで、夏休みが実際終わった時にまた同じ質問を私がしたら同じような評価になっちゃうんです。まあ、30点だったのが40点にはなってるかもしれない。でも、それで満足します？しないですよね。だから、ちゃんと、まあ、80点とか90点まではなかなかね、自己肯定感が高くないと持っていけないかもしれないですけど、でも6、70点ぐらい、まあ、結構ね、まあ、課題もあったけど頑張れたかなって思うためには、やっぱり具体的な数字を使った目標、課題が必要なんです。さっきのスライドの下にもありますが、不調、好調には必ず理由があります。
調子が悪い時、逆もそうです。調子がいい時にも絶対そこには理由があるんです。理由なき不調、理由なき好調はありません。だから不調、今自分が調子が悪いとか良くない状態、うまく使えてない状態は何が課題なのかっていう具体的ななぜを見つめてください。で、調子がいい方、今うまくいってるなって方もぜひぜひ、自分がなぜ今調子がいいって思えてるのか、何ができてるから調子がいいのかを分析しといてください。これね、残念なことにずっと調子良くはいかないんですよ。いつかスランプだったりうまくいかない時期が来ちゃうんです。でもその時に調子がいい時の理由を分析できてると、調子悪くなってくると視野が狭くなるんで気づかないんですよ。でもその時にメモ取っておくと、そうだってこういうこと考えてたあの時、今足りてねえわ、それやってみようって気づくんですよ。もちろん YouTube とか見て、他人からね、いろんな人からアドバイスというか、こういう考え方もあるんだ、こういうやり方もあるんだって気づくのも大事です。でも自分で気づいたもう必勝法、それに勝るものはない。なのでぜひね、調子が今悪い方も調子がいい方も、不調の方も好調の方も、なぜそうなっているのかっていうのを分析して、具体的な課題を立てて残りの夏休み過ごしてみてください。それをすることによって、夏休みが終わった時にまた同じね、もしかしたら動画撮るかもしれないです。何点でしたかって聞くかもしれない。その時にちょっとは上がってるはずです。ちょっとじゃないな、もっと上がってるはずと信じてますので、そういう生徒を見てきたので、ぜひね、私のことを信じてやってみてもらえたらと思います。はい、ということでね、今回もここまでお付き合いいただきありがとうございました。またね、来週の月曜日何か喋れるはずなので喋っていきますので、よかったらね、そちらの動画もぜひ見てみてください。それでは今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまたね、バイバイ、頑張りましょう。